ゆっくり爽やかさよなら元カレバイバイさよならバイバイさよならバイバイさよならさよならということを流しましょう。脳内おやつタイム2ピロン。とうとうやってきました大阪難波心斎橋のここいや分かる分かる何何何ドギマキしてもなんで相当企画ですね、はい、トイレのコスプレであなたの流したい過去を流しますということで大阪にやってきましたよありがとうございます勝手に来ましたよはい前回渋谷でね失敗だったりとか水に流したいなっていうものを集めましてトイレに流していきましょうぶち込んでいきましょうということで集めていきましょうかはい誰でもいいあなたの忘れた過去を水に流してすきますよそういうことです元カレに浮気された最低だなそいつはとんでもないだな世の中の男はよバカ誰が捨ててくださいオープンすっきり爽やかさよなら元カレバイバイすいませんオッケーありがとうございます、泣かせましたから浮気絶対すんなバカ誰がありがとうありがとうございます声をかけずにはいられないカメラに伝わるかわかんないけど相当でかいっすベンチプレスも開ける150ぐらい今筋トレしたことある人みんな3日前に彼女に振られましたなんで大阪と東京の遠距離でなるほどね彼女が耐えられないということでちょっと香水のせいですよこれ香水僕同じ名前なんですよエイトさんエイトさん筋肉で解決できなかったですねやっぱり信じられるのは筋肉だけだって流しましょ しょうオープンさよならさよならバイバイこれでもうスッキリ前に決めましょうありがとうございますありがとうございますありがとうございますまたこれで世界が一回で平和になりましたね何だった？てかさっき出てくれたエイトさんにリポートしてくれてますよドレッチをやってるんで見てくださいオーケー、ありがとうございます Thank you 悩みがないっていいことですよええー、な大阪のおっちゃんこんな感じだから大阪のおっちゃん悩みない説あるない説あるじゃあ悩み探しに行きましょうかお兄さんお名前なんですこれね、ウラパルですめちゃくちゃ有名人元カノのせいで黒歴史になってます元カノいなかったことにしたいですウラパルのせいで女やってこないなるほど自分の活動のせいでで、そしたらじゃあいきますオープンさよならバイバイありがとうございます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 って言ったのに、倍だけで入ってしまうどんだけ強いの、なんだこれ怖いじゃあ、流しましょう流しましょうオープンえいありがとうございますありがとうございます、これお悩み解決でございますスッキリしますね、これでスッキリしたどう思いつけへん作業してるけど、出てこないし行きましょうオープンさよならバイバイバイありがとうございますこれでお悩み解決でございます今もね、流してくれましたよ元カレとデートの時、うん、トイレに行った後パンツの中にスカートが入って、うん、10分ぐらいパンツ丸見えで歩いて恥ずかしいやっちゃってんだはずしかも赤赤だよ攻めてる攻め気がバレバレだこれは恥ずかしいから流しましょう流しましょうオープンさよならバイバイ元カレありがとうございます元カレです恥ずかしい思い出さよならありがとうございますドラえもんに見える後ろ姿がな中身何したんだよおいおい中面の合宿行って帰ってきた次の日に朝の6時残されたのが刑事4人で逮捕で免許が全部なくなって15万無駄にした何したら免許取り消しになってどないなってんのこれどういうことこれもうそれ丸い思い出なんで流しちゃってください全打倒すんだよ全打じゃない大丈夫オープンさよならバイバイありがとうこれで完璧に流れたんでもう次に生かしましょういやよかったちなみに免許ってそこから取ったらいいとかいやそれでもいいですよそれでもいいよ
強いエピソードでしたね。強かった。でも一番面白かったのは開けて全裸っていうのがおもろかった。そんな海外のドッキリみたいなことしない、まあ、海外のドッキリみたいな。海外のドッキリありますよね。何の声バンド誰好き。クリーミー。クリーミー。わかんないじゃないですか。わかんないじゃないですか。変なナンパや。おこのバランス力すごいですよ。すみませんこんにちは。あこんにちは。何されてるんですか。これは受信力養成。なるほどね。本来人が持っている幼い頃の心体の使い方に戻る収容。なるほど。忘れたい過去とかありませんかみたいな。おー渋い顔した。あでしょう。いっぱいありますよ、ね、いっぱいありますよ。なかなか言葉には出ないですね。言葉には出ない。まあ自分の中でやっぱりこう失敗を生かすも殺すも自分次第だ。失敗は成功のもと、マイナスをプラスに変える。なくなってしまう。全部流せばいいってもんじゃないです。ないと。これすっげえこと言われちゃった。そういうことを流しましょう。あ、流した。流した。だからそういう変わられる心を流しましょう。流した。しかも紙に書かず声で流した。新しいスタイル。ありがとうございます。今流れました。ありがとうございます。ブーで妙なスタイル入りますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。サービス変な人かと思ったら深いんだ。ちゃんとこう囚われる心を流しましょう。今回は失敗を流しすぎるのも良くないみたいな。そういう説あったよね。そういう説ありましたよ。主におっちゃんに多かったんですけど、うん、失敗流さなくていいよ、うん、失敗と思ってないみたいな、うん、最後の方に関してはそれを種にして失敗が種になるから。勉強になるな。勉強になりますね。校外学習みたいな、まあ、世の中の動画の見どころとしてはやっぱこう渋谷と東京渋谷とな待ってんねんねんの渋谷と東京してその土地によってどういう感じでリアクションするのかとかもそうやな。だいぶ見え方違うと思うんですよね、うんうん、そこも見てて面白いんじゃないかなと思いますので、ぜひ東京編もね見ていただけたらと思います。脳内おやつタイム2ピロン。せやな、せやな。まあ福岡とかも行きたいけどな。行きたいっすね。うんめちゃくちゃ行きたいっす。行きてな行きてな、うん、福岡来てな。誰か呼んでくれんじゃない。天神行きたい。天神行きたい。天神呼んで敬語公演でこれやりたい。呼んでてモテたい。モテたい。モテたい。来たね。終わり。終わった。エンド。この格好で来てもらう。やんなモテたいなら、モテたいならやんな。やめろ。終わりだよ。終わり。バイバイ。